皆様こんにちは、メイプルです。今日はルブタンのミニリップ、なんか新発売になりましたよね。マットとサテンと、これね、赤がグローなんですが、本当はね全種類欲しかったんですけど、なんかねやっぱり今の気分はマットじゃなくてグローなんですね。グローから2色購入しました。で、合わせたアイメイクがトムフォードのハイバンクオードの中から一つ選んでメイクしているので、最後まで楽しんでいただけると嬉しいです。それではメイクスタート。じゃあね、メイクしていきます。コミュニティとツイッターではねもう紹介してたんですが、このルブタンのねミニリップ、新発売されたので気になる色をね2色購入しました。これに合わせてね今日はメイクをしていきます。買った色がバーガンディと青みのピンク系なので、両方に合うメイク何がいいかなと思って思いついたのが、このトム・フォードのね廃盤シリーズでダブルインデムニティ、こちらを使ってアイメイクしていきたいと思います。今日のベースメイクはこのクレドの下地に、これね SPF が38の PA が3プラスなので、これ一つだけにしました。今日は日焼け止め効果もね高いので、でファンデも日焼け止め効果がね高いのを使いました。これトム・フォードの SPF が50で PA が4プラス、これね2本目になるんですけど、こっちはねもう去年か一昨年に買ってて、黄身肌を作りたい時用にと思って 1.1 のねウォームサンド買ってたんですね。この前久々にこっちを使ってみたら、すごい伸びが良くて、SPF もね高いので、あれ夏用にいいんじゃないかなと思って、今回はこのこっちの黄身肌の色とは別に 1.3 のヌードアイボリー、ちょっとピンクがかった感じですね。あ、色出してみますか。じゃあねちょっとね色を比較してみます。これ出して、でこっちが、あ、垂れてきちゃった。こっちがね 1.3 のウォームヌード、違うこっちがねヌードアイボリーです。こっちがウォーム 1.1 のウォームサンドで、こっちが 1.3 のヌードアイボリーで、こっちがね今回自分の肌色にね合わせて買った色です。こっちがね若干黄みが強い色で、こっちがちょっとピンクがかった色です。実際にね使ってみたら、今のところちょっとこっちはねまだ今回買った 1.3 のヌードアイボリーは若干ね自分の肌より暗めだったので、なので下地でこれね黒度下地でこのクレドのこういう白っぽいピンク、これで下地を作って、下地の時点でねちょっと肌をねトーンアップしてからこのねヌードアイボリー使ってみました。でもうこっちを使ってるので、使い心地はねもう、あ、違うなっていう感じはないので同じです。崩れ方も特にそんな悪くないし、なのでね RMK のねスキンティントと一緒に今年のね夏はこのトム・フォードのねファンデーションを使っていこうかなって思ってました。 あとねあれ、NARS の去年出たリキッドファンデーション、ラディアント、これはね去年発売になった NARS のライトリフレクティングファンデーション、このファンデはね SPF 入ってないので日焼け止め使ってからじゃないとね使えないんですが、このね3つを今年の夏はね使ってみたいなって思ってました。アイメイクね始めます。じゃあねこの左下、このブラシで、このねダブルインデムニティはかっこいいなって思いつつも絶対使いこなせないって思ってて手をね出せてなかったんですけど、これもねトムの BA さんにむしろ似合うと思いますよって言われて調子に乗ってね買ったんですね。廃盤になる1年ぐらい前かなに買ったんですけど、ていうかもう廃盤なのでねおすすめはねできないんですけど、すごいね素敵なメイクになるんですよ。じゃあねブレンディングします。
これローラメルシアのポニーテールブラシです。これでねブレンディングしてます。じゃあね、次はね右上のピンクの色を取って目頭側から重ねます。この色はね、目頭側から全体的に重ねたんですが、目尻側の二重幅くらいのところは重ねずに、最初にね、塗ったカラーを活かしてます。じゃあね、次はこの右上のグレーみたいな、ちょっとね、カーキっぽい感じのあるグレー、これね、すごい不思議な色で、これを下目尻から黒目下にぼかします。これは廃盤なので、もうちょっとね、正規のルートっていうか、百貨店とかではね、もう買えないんですけど、以前に装置ね、投稿しているので概要欄にリンク貼っておきます。もしね、気になる方いらっしゃったらね、そちらぜひ見てみてください。最初にここに縦割りに使った色がね、暗めなので、しっかりね、しまってるので、ね、アイライナーは使いません。アイブロウはいつものが7月8月がね、秋コスメとか、あと定番の各ブランドね、定番ですごいたくさんね、アイシャドウパレット発売になりますよね。今月みたいにアイシャドウの発売がね、そんなにないみたいな時って、リップとか、あとラッショットにはね、あげたんですけど、アディクション の、 定番カラーとか追加するのにね、こういうね、今月みたいな月はね、ちょうどいいなと思って、なのでね、最近リップとかね、多いです。結構青みのピンクとかのリップが揃ったので、また改めてね、青みピンクリップの色比較とかもね、やってみたいなって思ってます。こういうね、暗めの色を使うときは、私が気をつけてるのは、この黒目の上には軽めの色をね、ここ黒目の上の際は必ずのせるようにして、抜け感ね、忘れないようにしてます。明日からね、アイライナーも使ってないので黒にします。これトゥーフェイスドの、トゥーフェイスドのね、黒にします。今日ね、キープ力がね、ちょっと心配になりますよね。これ使えばよかったですね。メイベリンのラッシュニスタ、これすごいんですよね。一日中カールキープしてくれるので、今の時期特にね、おすすめです。これあとね、黒なので、もうこれ一つでもいいかもしれないですね。次はね、リップにします。リップね、このこれね、リップバーガンディと青みのピンク系が2色あって、もっとこれより明るめのとこれがあったんですけど、うちのね、ちょっと落ち着いた方の青みピンクにしました。で、これがね、1回塗りで、こっちが 006G のバーガンディベイブで、こっちが815のリリーズドリームになります。どっちもね、グロータイプを買いました。たので、レギュラーサイズのリップね、なんかこうすごい尖っててね、ちょっと武器にもなりそうなゴージャスなリップで、それに比べるとこれミニリップっていうことで、ちっちゃめで魔法とか使えそうな、ね、感じのリップ、こういうわけなんですけど、ミニリップって言ってもなんかね、比べてみるとそんなにね、ミニでもないんですね。真ん中がルブタンのミニリップで、これがアンプリのミニリップで、
こっちがね、トム・フォードのレギュラーのサイズのリップです。こうやってね、比べてみるとこっちのね、他のリップのね、レギュラーとそんなにね、変わりがない大きさでした。どっちから塗ろうかな。目元はどっちでも合うようにと思って、ちょっとあんまり色味の出ないメイクにしたんですけど、即決したこっちのバーガンディから塗っていいですか。バーガンディカラーのリップ探してて、あ、もうこれは絶対買おうって思って、この色はね、即決したんです。なんかバーガンディだから秋になってから買ってもいいかなと思ったんですけど、もう探してる時に見つけたのでね、つい買ってしまいました。グローナだけあってすごいね、塗り心地も滑らかです。ただね、ルブタンのリップって香りがね、化粧品っぽい香りっていうかなんですよね、この独特の。なのでこういう匂いがね、苦手な方は苦手かもしれないです。これね、グローのタイプだからなのか、今ね、ただのティッシュで拭き取ったんですけど、綺麗に取れました。じゃあ、ね、次が815のリリーズドリーム。ちょっとね、これ見ると手で見て分かるように、ちょっとこっち薄付きなので、あのバーガンディの時よりね、割と色重ねました。このままよりはちょっと輪郭ぼかしたりして使った方が。私は好きかな。あれ、またあのアニベンので輪郭ぼかそう。これね、クレドの時に紹介したアニベンのね、マルチスティックなんですけど、これリップのね、輪郭ぼかすのに、あの全然透明なツヤツヤだけなんですけど、これ私ね、リップの輪郭ぼかすときに使ってるんです。さっきよりね、なんかこっちの使い方の方が普段使いしやすいですね。今日のメイクはね、どっちでも多分合ってると思うんですけど、私の好みではやっぱりちょっとバーガンディの方が合うかな。じゃあね、チーク、これね、ちょっとクールな目元の時にね、似合うこのパッド・マクグラス・ラブスの、ヌード・ヴィーナス。このヌード・ヴィーナスはどんなメイクにもね、合うので、すごくね、重宝してる色です。これをね、使います。なんかね、円安とアメリカのね、インフレがすごいので、なかなか最近はね、パッドのコスメもね、買えてないんですけど、でもね、そのおかげでっていうか、国内ブランドもね、たくさんいいコスメがあるので、そっちをね、重点的に買っていこうかなっていう思いがね、強くなってきたので、それはね、それでいいきっかけだったかなって思ってます。で、ハイライトはね、これシャーロット・ティルブリーのピロートークマルチグロー。これね、なんかこれは海外から買ったので、飛行機で航空便で来たせいなのか、何回か使ってたらね、ここの中身がね、パクって取れたんですね。なのでそれをね、もう何事もなかったようにギュッて押し込めたので、縦にするとまたちょっと落ちてきそうなので、こういう斜めの角度でこっちのね、白っぽい方を取ってハイライトに。リップね、あのちょっと香りするって言ったじゃないですか。ちょっとだけ今もね、香ってきますね。これ食事した時どうなのかなって思っちゃうちょっとね、気になってる方はね、あの店頭であの香り確かめてからね、あの買ってくださいね。
お店がね近くにない方はあの、ね、すっごい強い香りではないんですけど、若干ねつけてると香ってくるんですよね。もう少ししたらなくなるのかな。ね、安いものじゃないのでね、買ってやっぱりダメだったっていうのもったいないですもんね。じゃあこれでできたのでね、この髪をセットして着替えてきます。はい、じゃあねできました。今日はこのリブタンのね新発売のミニリップ、これを使ってメイクをしてみました。仕上がりは、アイメイクはね、あの廃盤の廃盤トムフォードのね、ダブインを使ってメイクしてみました。でもね、アイライナーとかも使わずに割とスススッと簡単に仕上がったメイクです。リップはね、今これつけてるのビリーズドリームなんですけど、バーガンディベイブの方もこのアイメイクにね、すごいね似合ってました。両方とも思惑通りダブインのメイクに合いました。暗めのカラーなんですけど、涼しい感じもあって夏にもねいけますね。このメイク似たような感じだと、あのヌードディップがあると思うんですが、ヌードディップも同じようにこっちをちょっと暗めにしたら、ここの黒目の上からのここの際のところをね、あのこういうライトの色で抜け感出すと涼しげなサマーメイクになるんじゃないかと思います。今月はねリップ結構たくさん買っているので、まだ紹介しきれてないリップに合わせて、またトム・フォードのね廃盤なのか限定なのかのコードと合わせてねメイクしてみたいと思っていました。今日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。この動画が良かったと思ってくださった方はグッドボタンやチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。